はい、僕は今タワマンの42階に住んでます。めちゃくちゃ大きなメリットってのはもう3つあります。1つ目、虫が圧倒的に少ない。僕虫めっちゃ苦手なんですよ。それこそね、ゴキブリとかめちゃくちゃ苦手なんですけど、やっぱり42階にいればゴキブリとかもそもそも出ないっていうところがあるので、ここはめちゃくちゃ僕の中では大きなメリット。2つ目、景色がめちゃくちゃいいから自己重要感が上がると。まあ僕のインスタとか見てもらったら分かるんやけど、それこそ夜の夜景とか遠くの山からこう朝日が出てくるところとかが見えるんやけど、これはめちゃくちゃ綺麗やから超充実感あるし、自己重要感上がるし、なんかああ生きてるなみたいな感じのエネルギー感じたりできるので、ここはすごくおすすめかなと。で、3つ目はやっぱりあの防犯面がすごくいいってことですね。僕の部屋までたどり着くまでにオートロック3つあって、防犯カメラの数もいっぱいついてるところを選んでるから、やっぱり防犯面でいうとすごく安心安全に住めるっていうところがあったりするので、ここら辺の3つはすごくいいかなと思います。で、逆にデメリット唯一あるのは何かっていうと、これはもう圧倒的にまず忘れ物したら取りに行くの超大変、あとアマゾンとかで頼んだ荷物が1階の宅配ボックスに入ってる時持ってくるの結構時刻っていうところはあるかなと思ってるので、ぜひタワマン検討されてる方は参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。